ロバート・ウィリアム・ホリーは、アメリカ合衆国の生科学者で、アラニンの運搬 RNA を介して、DNA とタンパク質合成を結びつけた研究で、ハーゴ・ゴビンド・コラナ、マーシャル・ニーレンバーグと共に1968年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ホリーは、イリノイ州のアーバナで生まれ、1938年にアーバナ高校を卒業した。その後、イリノイ大学で科学を学び、 1942年に卒業した。卒業後はコーネル大学の博士課程で有機化学の研究を行った。第二次世界大戦中の2年間をコーネル大学医学部のビンセント・デュービニョーの下で過ごし、世界で初めてペニシリンの化学合成に成功した。ホリーは1947年に博士号を取得した。彼は卒業後もコーネル大学に残り、 1948年に有機化学の助手に、1962年に教授になった。そして1955年から56年のサバケカルの後にカリフォルニア工科大学のジェームズ・ボナーと共に RNA の研究を始めた。ホリーはまず運搬 RNA を単理する実験から始め、その後アミノ酸のアラニンをタンパク質まで運ぶ働きを持つアラニントレナの 配列と構造を決定する実験を行った。ホリーらは2種類のリボヌクレアーゼを用いてトレナを小編に分割することで構造を決定した。全体の構造は1964年に明らかとなり、伝デ令デ RNA からのタンパク質の合成を説明する重要な発見となった。またこれは初めて配列が解読された RNA ともなった。ホリーは この発見により1968年度のノーベル生理学医学賞を受賞した。コラーナとニーレンバーグもタンパク質合成の研究により、同年のノーベル生理学医学賞を受賞した。ホリーラの用いた方法を使って、その後残りのトレナの構造も解明された。数年後、この方法は改良されて、微生物、植物、人間のウイルスにも使えるようになった。 1968年、ホリーはカリフォルニア州ラホヤにあるソーク研究所のフェローとなった。ありがとうございます。